分からせるの俺だ。お前のライム何が言いてえか分かんねえ。気づく俺も伝説伝説敵にすんねえって言うなら逆に綺麗にラップやってろ。俺はあえて自分の綺麗事突き通すために醜く生きるんだぜ。一言で言うと延長って感じでした。自分のために優勝したいし、アウェーなところはあると思うんですけど、それ覆せるぐらいのラップできるんで出場したいと思ってますね。もう優勝する気持ちでやりたいっていう気持ちが誰よりも強いんで。俺はしないよディスり合い、そんなミュージック、yeah. 一切聞く気ない。1本目ディスらないって言って2本目汚れてなんぼ、薄っぺらいのどっちかすぐに分かるような。先行楓で高校時間、yeah. 8小節3本勝負、Ready for it!こいつ初めて会ったやつに前面前面はよくわからんぜその感じ。頭狂ってな俺に打つってな、数日限りでの前面薄っぺらは、いやいや、それじゃ意味がないぜ。俺の前面は軽く前面って言わねえから本当の前面なんだ。現場出てねえのがバレバレだぜキッズボーイ、yeah. 俺の何を知って現場出てないって言ってんのか教えてくれ。いきなり人間性も知らねえ相手に格を下げる、街上げてえのに人の格下げんのかおめえ。俺はそういうことしたくねえ、知らねえ相手ディスる、そんなことしねえ。薄っぺらいのお前分かってない、俺はしないよディスり合い、そんなミュージック、yeah. 一切聞く気ない。おい、いつまで綺麗事に首出すつもりだ。無理やりにもねじ伏せて町の OG たち認めさせんだよ。だから今気づく、俺は綺麗事は言わない、力づく。ああ、分からずやり方を持ってる、敵にすんねって言うなら逆に綺麗にラップやってろ。俺はあえて自分の綺麗事突き通すために醜く生きるんだぜ。何言ってる、綺麗事は言ってない、ヒップホップだぜ、汚れてなんぼだろ、教えてやるよ。何今気づく、お前は力づく奪えずこの場でひざまずくよ。分からせるの俺だ、お前のライム何が言いてえか分かんねえ。気づく俺も伝説伝説、マイク一本トドロカマイネーム。1本目ディスらないって言って2本目汚れてなんぼ、薄っぺらいのどっちかすぐに分かるような。俺ら言葉でつなぐ今今、ドブネズミ切るリンダリンダ、だから俺らトエントエン、見たく地元の駅が最終停車、負ける気ねえんだ残したフレーバー、東海検査のあばらちゃ傑作、あばらちゃ傑作、口軽すぎお前、何お前のその言ったこと、ドブネズミお前撃ち抜くぜ肉食獣よ、そこ若いの聞いとけ、ピストル竹原ってことだ、意味がわかるか、トエントエン電車そんなことねえんだ、みんな変座できず俺は履いてるティンバランド、因果誕生いった参上な終了。ナイスバトル、お二人の大きな拍手、最高なバトルでした。しかし勝敗はつけなきゃなりません。それでは審査のタイムいきましょう、よろしいでしょうか。レッツジャッジ、赤赤青勝者楓、いったにも大きな拍手。いやー、いいバトルでした。またリベンジしてきます。ありがとうございます。いったにも大きな拍手。一言で言うと延長って感じでした。もう一本見たかったっすね。分かる、見たかったです。調子がいいことは間違いがのう、でも愛知に来たなら話しましょう。大人なみんでまだ君と遊び方ならば自由フリーじゃ。先行王子高校技能8小節3本勝負、レディーファイ。俺は別に内容がなくとも音楽としてちゃんとさ認めてるぜ。これは感覚じゃないけど感覚です。いえ、日々からの洗礼のアンダープレス。いえ、だから今も走らせる自分の足に価値持たせるためにここにたどり着け。東京から愛知、町から町つながり、俺の音を持って帰り。そうだぜ、走り続け歩いた先に何が見えて、そこは名古屋、言葉で過去なんかぶっ飛ばして雑魚なんか知らずな
なかはこの落とし込んだラップだらっとまた少年から頂点いいから言葉なら今でも俺ならば OK 桜が咲く頃隠さず俺は音楽ラップで分かるはず yeah. 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 調子がいいことは間違いがノーでも愛知に来たなら話しましょうとか持ちや俺もさそういうのは好きだけどまあ話したいのもそうだとさもう音源もいけてるけど8小節3ターン音源じゃ見せれないものが起こる気がしてるからまだやってるバトルその上で俺が勝者を勝ち取る間違いないわならば積み重ねたまんまに言葉はがなきゃ意味がないことはわかるけど音の波でまた君と遊び方ならば自由フリーじゃんだろもう必要ないほどに君のストーリーが見えてくる君の音の子々ともに俺のオーマイトフロアで踊り出す未だにバカだから当てもないが故に俺だって風の行くままにどこにいるかはわからないけれどもせっかくあったんですこれはさ運命か偶然分かりゃしないけど作りたいものなら俺だってあるぜ生み出すものがさなさそう客じゃなくて話そうその先で Let's go 間違いなく運命であるぜここに来た子供一つのさ定めだけどもこのマイク片手喉を枯らせ枯らせ枯らせて分からせる桜甘やまるかつまりこれなら驚かラップする後でしようぜサイファーを取れさ吐き出す俺でもこのラップで勝ちが食う終了それではジャッジに入ります準備よろしいでしょうかレッツジャッジ青赤青勝者王子昨日にも大きな拍手絶対5回の激ラレたいんで見ててくださいお願いしますセッションに近いような、お互いラップうまいんでそういうギリギリのところのバトルでしたけど本当ギノ君なんかエンジンかかったなってところもあったんですけどやっぱ一発のパンチがあのバーンといくのがあれば、ね、結果は変わってたかなと思いますはい僅差のバトルということでしたは悪いことはしないが汚れたヒップホップをクリーンに映し出す男だよ悪いことはしてもダサいことはすんなってそういうことL.W.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 L.W
い、は三重県勢としてお前が頑張ってることは分かってるけど、三重県勢ここで終わるよ。だってこの地敗北して地には染まるよ、はあ、まるでお前として仲間としてまずは認めた上、はあ、何がやべえ、いやどっちがやべえ、何言っても沸かすの悩ましいぜ。いや何言ってんだ悩ましいぜ、俺も悩ましに行くが今はあくまでは三重県勢、それが分かってないらしいな。俺も通ってるクラブ、あんたが認めてる上であんたのこと認めてるのは当たり前だろ、それが分かってる。だけど俺は思った、お前激ラのステージマイメントチルとか言うなよ。マジで俺は悪いことはしないが、汚れたヒップホップをクリーンに映し出す男だよ。ごめんな、俺は悩ましで灰色の空気を吸って、自分すべての内容、月末のラップショー全て聞いた。その中で一つ言うならば、お前から見え見え言うけど、その話が三重の先輩、いやそんなやつに名前がロンローって誰ですかって言っちゃうんだぜ。まるでそれは引きだね、それでゆずで引き金、東海として譲れねえ意地があんだぜ。いやお前は何を知って三重県言ってんだよ、マジで分かってね。俺は先輩にもお世話になってるぜ、だから地元で負けた分自分から来る執念、お前のラップマジでダッセーやばい、マジでくだらねえな。俺はふよりも孵化する卵、まだまだ可能性ある。俺を終わらす、ここで負けても終わらないが、ストーリーを続けに来て、イエーストーリーを続ける愛にあたって、俺もいろんな地方に行ってるよ、ちゃんと三重の裁縫も行ったよ。まるで松坂、いやこれはアホだな、俺ラッパーとしてありかい、あり方、それのありざまがこれってこと。俺もそうだよ、悪いことはしてもダサいことはすんなって、そういうこと、まるで意味はわかるか。I wanna be a rapper。 もう俺にとっちゃ変わんねえよ、ただ
するのも悪いことだから俺はやらないって言ってんの。ダサいことしないよ、いつも歌詞書くんだ、詞を書くのさ。赤と青じゃないよ、決める白か黒か、意味がわかる、そういうところさ。あんたもかっけえ MC、 俺もかっけえ MC、 三重を誇り、愛知を誇り、だから自分のレップっていうのを見せに行く。自分レペゼンだから祈らないよ、伊勢神宮。終了、審査に入ります。 Let's judge。 赤、勝者ロンロー、 LWL にも大きな拍手。地元の話とか、まあいろいろ意見交換ありながら、でもちょっとどっちかなってなるとやっぱロンロー君になっちゃったんですけど、LWL 君の振る舞いとかちょっとやんちゃな感じ僕好きなんで、あの音源もチェックしたいと思います。今日も昨日も一昨日も金土日全部サイファーしてきたボケ。分かってねえなこいつ、働けよ金稼いでラップに費やしたいなら。先攻がシグニ、後攻がオーガ、8小節3本勝負、レディーフォイ。いや、東海予選、愛知、三重、静岡、そん中、かまちに来たのがさ、俺だ。みんな東海をレプリゼントするって言ってる割に、愛知県東海市でサイファーしてんの俺だけだからな。いや、愛知県東海市からを鬼退治しに来てるだけの話、俺が問題児。いや、問題児でもここじゃぶちかますことができる。それだからここに立ってるマイク。これ地方大会な、誰がどこ背負ってもいいやろ。お前が一人でサイファーずっとやっとけ。服装だけじゃねえ、内側だぜ。でもこいつ見てみ内側がねえ、終わりだね。パッと着こなしたところ、服装とかよりもまずはここだぜ。行動してるのが何も見えてこねえ、周りの先輩見てみ、全員動いてるぜ。いや、俺も昨日悩まし出たわ、行動してるわ、何を言ってんのか全く分かんねえって話だよ。いや、外側じゃねえ、内側じゃねえ、俺も1回戦で行ったわ、自由ユニクロ着てんじゃん、マジで。いや、俺だって中身ってことは分かってる、一人でサイファーしてき、今日も昨日も一昨日も金土日全部サイファーしてきたボケ。悩ましサイファー、足を運び、仲間のパーカーに袖を通し、悩ましい行くことが偉いんだ、俺は行きたくて行ってるけどな。そこじゃねえよお前、何が偉いか偉くないかわきまえろ、そこがねえ奴に言う言葉ない、それ俺に対して言うことじゃない。いや、俺だって行きたくて行ってるよ、だからこの場所に来てるって言ってんだよ。お前ずっと悩まし出てるよな、俺は金がないから地元の定期圏内でずっとサイファーしてんだよ。いや、お前もそうかもしれない、大曽根駅行きかもしれないけど、俺は大田川を襲ってくだけの話。いや、こいつのことを殺しに来てる、さっさと帰れ大曽根サイファーの腰巾着。じゃあ大田川帰れよお前、それだけだろ、言うことなんて一つもねえよ。ラップのために金稼いで一生懸命バイトして、その分こういうところでベットしてるんだぜ。分かってねえなこいつ、働けよ金稼いでラップに費やしたいなら。お前も一緒か、でもラストワンバースなかったな、お前の言い分言い分じゃ終われねえ、こっちが優勢だぜ。終了、それではジャッジに入ります。レッツジャッジ。青、勝者オーガ、シグニモーキャンショー。よっしゃ、また出ます。スタイルの違うバトルで、あ、お互いでもやっぱ一発目からちょっと大賀君のパワーにちょっと押されちゃって、シグニ君あのこの中で僕ちょっと注目してたというか、あの癖があるようなラッパーだったんで、まあもうちょっとパワー返せるもんがあったら結果変わったかなと思いました。